お疲れちゃんです、ラットです。というわけで今回もねクラッシュライルやっていくんですけど、今日はねこちらアウプリコカツのファイボ版ですね、はい、をやっていこうかなと思います。まあ、最近ねウッドよりもロリババの採率がすごい高いなと思ってます。ラバにも入ってますし、まああとはなんだっけ、まあ、スケラとかにも入ってて、まあ、ウッドよりはロリババが多いで、まあザップ系引けたらラッキーのコカツです。でエリゴネに対してもトルネファイボーとかトルネポイズンだけであったり、まああってもタルババなんですね。エリゴレにもウッドが入ってないっていうので、というわけで普通のテスラとかインフェの枯渇じゃなくてアウトロー吹きやプリンセスがねやっぱロリババだと残るっていうのでアウプリ枯渇を今日やっていきます。でまあ枯渇の弱点がマジアチャなんですよね。マジックアチャ、はい、もうあやつにしばかれまくるんでですね、もうロケット早めにしました。で、まあ、ロケットの方がいい点としたら、まあ、言ったら、なんだろうね。バルーンとか、まあ、バルーンとか、まあ、まあ、ちょっとラムライダーとかもかな。まあ、でも、プリンスもウッドもあるんで、この場合、全然いいと思うんで、まあ、クロスですね、あとは。言ったら、クロス用の、あれだと思うんですけど、ロケットは。まあまあまあ、ファイブにしちゃいます。もうクロス引いたらドンマイぐらいかな。しかもアウプリだったら全然勝てないことないんですよね、クロスに対して。よいしょ。で、ゴレもあってタルババだと思うんで、この辺が残りますね。で正直ボンバーがマジで無理。ボンバーだけマジで無理。こういう、これでもウッドでバック、この処理してからの、オッケーオッケー。いや、いい。これね、いい感じに囲めるといいんですけど、このボンバーの気分次第みたいなのがありますね。あー、危ない。いや、これ素晴らしい棒ですね。相手ね、これトルネ、タルババ、トルネ、ライト、ナイド、どっから出たの？ゴレのボンバーミニペのテンプレはあるんですけど、ナイトはね、見たことないですね。こう飛ばしてみます。で、この陸系、きついと思うんですけどね。これボンバーに走って、OK、処理して、OK、しかもこれプリンスとバレルが結構殴りますね。結構殴りますね。はい、美味しいですね。これ美味しいですね。で、まあ、ここはメガゴ一発、正直無視してもいいところなんですけど、まあ、一発ちょっと痛いのと、こう、同サイドの吹き矢で、この吹き矢がね、タワーを削るので、まあ、相手はこれになんか咲いたら美味しいかなっていう。はい。まあ、これはアウトローでいいかな。で、ここね、アウトローセパせずに、相手同サイド受けますね。なんか、アウトロー、あんまりね、セパしない方がいいですね。一番ケツからとか、なんか両サイド攻めようとしてる時ならいいんですけど、なんかああいうこうユニット受けたりするときに、とりあえずアウトローステパーとかっていうのはあんましない方がいいですね。まあ僕的な考えのもとなんですけど、なんか結局カウンターにつながるのはステパーしなかった方な、ステパーしない方がカウンターにつながると言いますか、相手も処理しにくいと思うので、よいしょ、痛いですね、これ。ここは、ここは、そんななんか不運みたいな竹取りある？今のはね、ちょっとドンマイ説がありますね。これ柳雨とか飛んできたら怖いですけど。で、僕としては、そう、ロケットじゃないんで、最後の削りもちょっと厄介ですね。まあでも、多分ウッドじゃないと思うんで、はいはいはい。緊急とされましたね。まあさすがに、これね、勝てると思うんですね。ここもアウトローで蓋してあげて、ボンバー来たらちょっと厄介。あ、吹き矢お前天才か？オッケーオッケーオッケー。で、これ破裂してからギャング出して、オッケー。そしたらこのギャングもね、残るんで、この間に飛ばしつつ、危ねえ。これ勝ちましたね。よいしょ。まあ、相手コストなかったですね。また完封する手段がまあトルネードなんですけど、タイミングも、ちょっとむずいと思いますんでね。はい。まあ、美味しいと。まあ、これゴレとかに対しては、正直、ロケットの方がいいんですかね。ベビドラとか、光栄を全部同時に処理できるんで、まあ、でも、まあ言うてみたいなところありましたね。はい。というわけでやっていくんですけど、何の話しようとしたっけ、忘れましたね。なんか話そうとしたんですよね。はい。そう、生放送、15日にやるとか言ってやらなくて、17日にするとか言って、17日も、僕のね、体調とかいろいろありので、まあ、なしになったんで、今日ね、この動画上がってる18日ですね。はい、18日の夜に、まあ、夕方から夜にかな、絶対やるんで、マジでね、見に来てください。はい、それだけです。ただの告知。
はい。で、ちょっとね、昨日なんか体調崩しちゃったっていうんですか、僕は崩したつもりないんですけど、なんかね、本当に不運なことに、なんか吐き気、頭痛、頭痛はなかったかな、吐き気と、なんか、なんていうんですかね、めっちゃ腹痛と、なんか、いろんなのに襲われ死にそうだったんですよね、昨日。なんで、まあ、病院行って、まあ、でもなんか、そんな大したことはなさそうだったんですね、病院行ったら。なんかよくわかんない。よくなんかそんな症状っていうよりかはなんか、まあなんかウイルス、その辺のウイルスに引っかかっちゃったね、みたいな、なんか感じだったんですよね。おー、みたいな感じで、なんか、病名とか言われたわけでもないですし、全然大丈夫だなーって感じだったんでね。はい、もう全然ピンピンしてますって感じなんで、ご心配おかけしました。というわけで、まあ、でもご飯なんか安静にしてくださいみたいな。お酒とかもあんま飲まない方がいいですみたいな。ここ3、4日とか。もしなんかインフルのその前兆みたいな時だった場合に、そのインフルになった時によりしんどくなるよみたいなこととか言われましたね。おげん、これ何のためのファイブだって。お前をやるためだ。オッケー。で、これウッド打ったら正直ダクネ飛ばせるんですよね。ディが飛んでくる。このディガーのダメージを抑えていきたいですね、僕としては。で、まあ、バレル飛ばして、右にウッド打ってほしいな。いやー、で、こっちにウッド。あ、でもこれは美味しい。誘拐する吹き矢が。ナイス誘拐ナイスって感じですね。で、プリンスがちょっと相手としてはきついはずなんですよね。これ、まあ、ジャイ来るサイドにプリンス合わせとくだけで、相手はしんどいで、ワンチャンマジアチャリ抜いてくるけど、射抜いてきたら、射抜いてきた。延命したい。ウッドサイター、オーケー。結構ね、枯渇、アウプリ、テスラ枯渇とかだったらね、すごい相手のサイクルとか、崩したりってむずいと思うんですけど、僕にとってのアウプリ枯渇ってね、あれなんですね、相手に対して合わせるだけみたいなイメージがあるんですね。相手がこうする、してきたから、じゃあ合わせて、みたいな。なんか相手に合わせてしとくと、相手が急に攻めすぎたりすることがあるんですよ。なんで、なんかそこで適当にこう、いい感じに、てか、端前ウトロしたり、バレル飛ばしたりしとくだけで、なんか勝手に相手が苦しんでくれると思って、そこ今、ウッド裂いたからバレル投げるみたいな感じっすね。で、その間に守るでしょって。で、このなんか流れてきたやつを、まあ、一応処理するでしょみたいな感じで、なんか相手がこうしたからこうしたみたいな感じなんですね。僕のアウプリ枯渇は。まあでも、ここは守るでしょ、はいはいはい。で、こいつさすがに逆サイ来ないよね。オッケーオッケーオッケー。というわけで、相手に合わせとけばいいかなと思います。で、さっきなんか言ったよね。そうだ。なんか、消化にいいもの食べてくださいみたいな言われたんで、まあ、消化にいいものって、うどんとかだけど、なんか近くにうどん屋ないしなと思って、まあ、それうめ。そう、あれなんですよ、マジ。やべえ、これやべえ。これロケットだったら終わるんですけど、ロケットじゃないんで。消化にいいものなんかなって思った時に、マジでなかったんですよ。なんで、僕よいしょ、ちょっとやべえ。これ、待って、本当にやべえ。本当にやべえ。本当にやべえから気合で耐えた。ちょっとね、消化にいいもの、消化にいいもの、そんなものないよって思いながら、耐える、耐えていく、耐えていく、きたー、ファイ！なかったんで、ラーメンぐらいしか僕んちの周り。なんで、あれですね、帰りのコンビニで、おでんだーと思った。おでんを晩ご飯に食べましたね。もうおでんなんか消化良さそうじゃないですか。大根2つと、卵と、まあ、今のところ定番ですね。大根2つ、卵と、僕はウインナー巻きとか大好きなんですけど、なんかなかったんで、何食ったっけ？ロールキャベツと、あともう一個なんか食べましたね。まあ何が入ってたか忘れましたけど、まあそんな感じでね。はい。消化にいいおでんを食べて、まあ安静にしてるって感じですね。なんかもう不健康やっすね。不健康と言いますか、なんか。マジであんな死にそうな辛さを味わうと、いやもう本当に嫌だ、本当に嫌だってなって、ちょっと気をつけようっていうのは思いますね。まあ言うてね、多分何もしないんですけど、思うだけで。気をつけようって思うんですけど、結局行動に移すことはできないんですよね、結局。そう、でも、ちょっとしんどかったっすね。これ相手、鬱陶多分ねんじゃねっていう、ないを祈って、
飛ばすとガッツァーン、あはん、ファイブザップですね。あのスケルトンも冴えてたんでね、美味しい。はい、マジで気をつけます、口だけ。さあ、楽園の管理者聖天使八十九時姫、意味わかんねえんだけど。これ中に入りすぎてない、この人マジで。でこれ相手ファイブザップだったんで、まあ、シンプルにアウトローとかプリンとかうざいよねっていうので出しまくります。でこれに対してまた相手がファイブ使ったらアウトロー出せばいいかなと思ったんですけど、まあ、使っちゃおう。で相手これディガー飛ばしてきて多分コストない、あまあまあほどほどにあるタイプね。でザップだったんでこれ飛ばしたいんですけど、まあ、スケで受けられてプリンスどうせあれっすね、多分走り終えちゃうんで、まあ、一回待つか。はい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 、まあ、ギャングを、次からディガーですね。プリンセス処理しに来たディガーに当てつつ、まあ、またアウトローで適当に蓋してを繰り返せば、正直勝てると思いますね。はい、これ相手の三国に対して吹き出すでしょ？で、とりあえず後ろからプリンセス出すでしょ？みたいな感じでも相手に合わせますね。で、どうせ君こっちからジャイ出したいでしょ？みたいな。ダクエンとか正直ファイブ打ったらやっていいっすね。このデッキだと。で、これスケートが出たら美味しいぐらい。あー、まあ、スケッティーや。よいしょ、ここ気合で延命する。まあ、正直延命する必要なかったかもしれないですけど、オッケーオッケーオッケー。オッケーオッケーオッケー。さあ、美味しいですね、マジ。なんか、枯渇って相性いいと基本的に勝てるんですよね。でも、相性悪くなるのが、基本的に、おー、やめて。プリンス、勇敢なのはいいことなんだけど、やりすぎも良くないよ。よいしょ。そこかつって相性いいとなんか基本的に勝てるじゃないですか。なんかそれがいいっすね。なんかスキャラとかってなんか あんまファイボとかには相性いいんですけど、言うても相性がめっちゃいいっていうのはちょっとむずいんですよね。でこれちょっとアウトを出すコストないんで一回我慢して、これ絶対来るよね。こんにちは。でワンチャンザップ打たれるぐらいかな。うん、打たない。あでもこれで勝手に相手お腹塗りになるんですよね。そう、アウブリのね強いところはね、勝手にカウンターの形ができるんですよね、バレル飛ばすだけで。よいしょ。まあ、ね、その防衛も難かったりね、その逆に突破なかなかできない時にどう崩すかみたいなのがすごい大事になってくるんですけど、あこれ相手諦めましたね。諦めてないんかい。あは連れてきたワンチャンスケ。はいはいはい。というわけでこれまあスケで受けられるんで一回マッチーの、でこれすげえな相手。これメスだけで絶対うざいよ。で、ここもう気づいたら、左側に攻めの形、右側に、パーティーって感じで。美味しいですね、これは。まあ、てなわけで、まあ、これファイボですね。今、枯渇のロケット型はマジで上手い人しか多分使えないと思うんで、結構マジアチャとかね、最近いますけど、まあ、マジアチャに対しても、まあ、やっぱそうですね。そう、マジエチャーがちょくちょくいるんですけど、ファイボかなと思います。なんで、ロケットだったらしばかれるんでね。はい。というわけで、よければね、アウプリコカツ使う方は、ファイボの方がね、おすすめです。個人的には。はい。ファイボで、ぜひ、試してみてください。では、ご視聴あざまして、よければチャンネル登録とね、高評価の方もよろしくお願いします。おつばい。